ヤッホーりっちゃん、りっちゃんじゃねえや、りっちゃんじゃねえや、ヤッホー、間違えた、ヤッホーさんです緊張しすぎてちょっと名前間違えちゃった。今回ですね、超危険なこと考えちゃいました。超危険なくだらないことですね。で、何をするかというとですね、捨てたはずのエロ本が蘇ってたら一体蘇どの話する。いやー、本当に怖い、めちゃめちゃ怖いです、マジで。僕も怖い、もう久々に怖いな、本当に。まあ、なんでこんなことするかというとですね、正月にね、年始早々、まあ、エロ本を僕が読んでたら読みはどんな反応するってやつをやったんですよ。で、その動画の最後にね、動画のために買ったんですけど、なんか最後にね、んちゃんがでも捨ててみたいな感じになったんですよ。経済の本だよ。いや、あんたの目的は黒卒じゃねえ、ダメ。だから、まあ、その流れでじゃあ捨てようみたいになって、でちゃんとね、そこをほとぼりをね冷めるために、まあ、捨てたんですよね。で、僕がその時に、あの、捨てるの僕なんですけど、パッてその時追いついて、あ、これちょっと絶対やろうと思って、それを僕が捨てた体にして蘇らせて、なんか編集部屋で読んでんのをりっちゃんに見られてバレたらめちゃめちゃやばいなと思って、もう修羅場っていうか、もうやばくないですか、どう考えてもやばいなと思って。で、りっちゃん、まあ、お出かけしてでもそろそろ帰ってくるので、で、帰ってきたら、まあ、多分時間かかっちゃうと思うな。で、僕編集部屋にずっとこもってるので、そしたら大体りっちゃんいつも来るんですよ。だから来たら、まあ、覗いてきたら、もう挙動不審なふりして僕が、なんか隠す素振りをします。まあ、もう一回来ると思うので、もう一回来たら、ちょっとこれ、あの、これでして、その例のやつ。この、バッて開いておいて、あえて見せつけてみようとか、その時に、その時の反応ですね。りっちゃんからすると、なんでみたいな、捨てたんじゃないのってなると思うんですよ。今回はね、そのスケベ本読んでるというより、その捨てたはずなのに、死者蘇生されてるっていうやつの方がなんか面白いなと思ったんで、ちょっと今回そんなくだらないことですね、やってこようと思います。それでは、やっていきます。何？なんだよ。え、ここ寒くない？え？寒くない？ここ。ん？何？ここ寒くないって。別に寒くないよ。なんで？そう、今コーヒー作ったからコーヒー持ってこようかなと思ったんだけど。コーヒーいらない。いらない？なんで笑ってるの？いや、なんかびっくり、なんかなんだろうと思って、可愛いなと思って。あ、そう。いらない本当に。大丈夫。そう、もうちょっと、じゃあ飲みたかったら後でレンジでチンして、うん、もうちょっとのに編集してるからいいよ。何をこそこそやってるんだ君は。何してたんじゃないの？何してたよ。ねえ、なんでそんな隠すの？してない。隠し事だしかない。普通に勉強してた。何の勉強してた？隠し事してない。なんで隠す必要があるの？何を隠してんの？見して私には。は？ねえ、これさ。これさ、捨ててって頼んだやつじゃん。ねえ。捨てたやつを、え、なんでここにあんの？また買ってきたの、これ。いや。え、どういうこと？なんでこれあんの？ねえ、え、意味わかんないんだけど、どういうこと？え、これ、隠れて今、こそこそ読んでたの？読んでたっていうか、そう。あ、考えらんない。え、待って、意味がわからない。え、これだって私さ、これ捨ててきてって頼んで捨てたよね、ゴミ捨て場に。うん、捨てた。え、なんでここにあんの？え、どういうこと？え、これどういうことなの？え、わかんない、意味わかんない、なんで持ってんの？いや、まあ、持って帰ってきた。はぁ、なに、もう一回言って、なに。持って帰ってきた。どっから？ゴミ捨て場。あなた、アホなんですか？は？意味がわからない、本当に。なんでゴミ捨て場から持って帰ってくんの、これを。捨ててきてねって言って、捨ててきてさ、その後自分で取りに行ったの？ゴミ捨て場に。はっきゃ。
呆れるわマジで本当に、ね、はっきゃってねえ、いや恥ずかしくないの？え、プライドないの自分だってちょっとうるさい、ね、ちょっと声大きい、隣の部屋に聞こえるから静かにして恥ずかしい、もう恥ずかしいし恥ずかしいことしてんのおめえだけど説明するかねえ、ほんと何意味が分かんないんだけどね、いや説明するからじゃなくてさ、恥ずかしいことしてんの言っとくけど自分だからね、ほんとに説明するよ、だから違うんだって、ほんとちゃんと説明してくれない、ほんとに、いやだから、いやちょっと待って、それさ説明する態度になるよね態度でかすぎじゃない、説明するのにさ、何ちゃんと正座するでしょ、正座でしょ、いやだからだからもったいないなって思ったから拾いに行ったの、いやまあ確かにもったいないよ、買ったものだしね、だけどこれはもう捨てるっていう約束でなくしたわけだから、それをさこそこそ何ゴミ捨て場に戻ってあさって持って帰ってきたはあそうですかそうですか、君はとうとうそこまですることになったんで、あーなるほど、そういうことをできちゃう人間なんだね君はねえ、何やってんのいい大人がそんなことしなくない、普通さ読みたいんだったら私に言えばいいじゃん、いや言えってどういうことだよ、言えばいいって何、えだから読みたいんだって、うん、いやおかしいでしょ、読みたいページがあるからそこだけ読まないで、いやおかしいでしょおかしいでしょ、だってあの時にさもうこれ捨ててねみたいなこと言って捨ててさ、てそれで捨てたんじゃ、捨てるあれだったんじゃ、だってその時はさおかしいって、もし俺がさじゃあ俺これ捨てないでさ、俺これページ見たいからっつったらなんて言うよ、絶対ふざけんじゃねえって言うでしょ、え、でもダメとは言うかもしんないけど、だけどいやそんなにだってさ、一般男性の人がさ、ゴミ箱まで当たってこれを自宅に持って帰ってくるって行動するぐらい読みたいって言うんだったら、私はえそこまでするんだったら読ませてあげるよってなるか、それは俺がゴミ捨て場に、いやまさか君がそこまでするとは思わなかった俺がゴミ捨て場に拾いに行ったから今そういうこと言ってんでしょ、拾いに行かないでこれ見たいんです、お願い、このエロページ見たいんで行ましてくださいって言ったら絶対怒るじゃん、そもそもだってそんなことするとは思わないじゃん、ゴミ捨てはわざと取りに行くとは思わないじゃん、だってそんなことさ、読みたいんだったらここだけ読ませてほしい、お願い頼むよってお願いしてくれれば、そんなこと言ったって言わせてくれなくないじゃん、じゃあ今日だけいいよってくれなったら、いや言わないか、絶対言わないから、言うから、言わないから俺がこそっと持って帰ってきたんだ、だからそれこそっと持って帰ってきてこそっとそこで見てるのがすごい気に食わないなんでよ、当たり前じゃん、だってだからさこそこそさこそこそさ隠し事するのはマジ嫌いだって言ってんじゃん、私はそれぐらいいいじゃん、いいじゃんじゃなくてさ言ってるよね、だからだったら言えって言ってんじゃん、いや言ったら怒るからこそこでこっそりしてんじゃん、いやでもさ絶対これいつかバレるって分かってんのにさそういうことするんだね、堂々と結構堂々としてましたけどね、すんごい怪しい行動してたよ最初から、こんな人こんななってさ分かるに決まってんじゃん、甘いんだよお前は、爪が甘いんだよ君は、そんなにいいページがあったんですか、君にお気に入り、君のお気に入りのページがあったんですか、この本にそういうわけじゃないねえ、もう私は本当にねゴミ捨て場から持ってきたことなんてマジでありえないと思う、もうそこのシーンが本当に想像もしたくもない、自分の旦那がそんなことしてんのかって思うのも本当想像したくもないし、誰にも言えない、こんなの墓場まで持ってくわけよ、そのストーリー親に言えない、言えない、もう言えない、うわぁ言えない、言えない、女聞くなよ、もうごめんなさいって謝りたくなるわ本当に、うん、誰に、親にだよ誰のだよ、親って、どっちの親だよ、どっちもかよ、欲張りだな欲張りだな、お前だわ本当に、すげえな、スケベな風が来た、どうせこういうとこ読んでないでしょ、こういう経済とかさ付録のとこ見てたんでしょ、こうやってこうやってうわーみたいなうわーすげーって見てたんでしょ、何？何？
あのさ、すっごい気になるんだけど、このマーカー何？気になる？え？なんか星とか。ああ、それは言うじゃん。丸とか。何これ？何これ？え、何？しかもさ、なんか巨乳の子には全部星がついてる。どういうの？それね。何？何？これ説明してくんない？何？違うんだって。何何何？違うんだって。だから違う、あれね、あのなんか何、それがなんか星座に見えたから星描いたんだよ、なんか父座みたいな。お前キモいぞマジで。キモいぞやってること本当に。父座。え、何気持ち悪い、マジで本当にありえない。なんか知らない一面知っちゃった。いやいや、ちょっと待って。違うだろ。違うって。いや、星座崩すな。そん。いや、ほんとマジありえない。ほんとに引くんだけど。ちょ、見る目変わったわ。どんな？何色？アバターみたいになってる。いや、なんか、あ、そういうことする人なんだ、みたいな。じゃあ分かった、じゃあ分かった、じゃあさ、いや許せないよ、じゃあ分かった、じゃああれコンビニでスイーツ買ってあげるから、それいいでしょ、それいいでしょ、どこ、そう、セブン、セブン、1000円分、1000円分、セブン、セブン、1000円分ですか、まあ悪くはないな、悪くはないかな、セブン買うから頼む、うん、頼む、頼む、セブン。じゃあこれマジで次は本当に捨ててきてね。捨てるってそれを？そうだよ。え、捨てるんじゃないの？捨てるって何？捨てるのこれ？捨てないの？それ？捨てるんでしょ？だってこれ捨ててきたんでしょ一回。じゃあこれ捨てるなら許してあげるよ。これ？うん。これ捨てたら許してくれるの？許してあげる。それとセブンのスイーツ。捨てたら許してくれる？許してあげる。したらもう全て忘れてあげる。これ？うん。これでしょ。じゃあと1日だけ許してくれ。マジありえない。え、どういうことなのこれは。え、いや、どういうこと。いや、だから、うん、あの笑ってんじゃないよ。いや、だから怖かった本当に。俺これやったでしょ正月に、これを、うん、正月にやったじゃん、スケベボン見てたなってやつで、レイちゃんさ、そのさ、最後にさ、捨てろみたいなの言ったじゃん、うん、でさ、捨てたじゃん、うん、その時に、わっと思いついて、そう、捨てろっつって捨てたから、それを俺が回収してたら、回収してなんか編集が読んでたら面白いだろうなと思って今回それやったの。え、待って待って、え、じゃあ、え、本当に読みたくて持ってきたわけじゃないのね、本当読みたくて読んだわけじゃない。うわ、よかった。いや、もうさ、いや、おかしくなっちゃったかなと思って、もう読みたすぎて、あの星マークとか見つけてくれたからさ。いや、それは自分で何、あのこのために書いたの、これはそのために俺がこうやってあのこういう星とかやってついて、いや、突っ込んでくれたらいいなと思って、そうしたからあの巨乳のところにあの星とかつけてて、ね、ああ面白い、そんなことするやついるね。最高に面白かったな。いや、どう思った？もうやだ、もう、いや、もうね、こいつやばって思った、ゴミ捨て場にこうやって、うん、あのネズミ小僧みたいな感じで、うん、あの拾いに行ったのかなみたいな、うん、もうなんか想像したら、うん、自分の旦那がこんなことしてるかと思って、もう鳥肌立ったよ。考えたくもなかった、ったね、すっごく、うん、じゃあこれもう一回トイレ、じゃあちょっとトイレ行ってくるわ。で、なんだよ、本当に。これは私が処分します。これはね、俺がトイレ、今日限りです、トイレで処分してくるわ。じゃあ私こっそり見ちゃおう。